六角箱の蓋のパターン2を折ります。1枚の折り紙を半分に切ったものを6枚用意してください。今回は、この無地のオレンジと柄のついたオレンジの2つの折り紙を交互に折って完成させますので、無地のを3枚、模様のが3枚、合計6枚用意してください。一つ折ったら折り方はすべて同じです。色のついた方を上にして、長四角に半分に折ります。一度広げ、ハサミやカッターで切った切り口の方を手前に置きます。そうすることで出来上がりがきれいになります。つけた折り筋の線上に、こちらの手前のこの頂点がこう来るように、こういう風に折ります。で、ここの右のここの頂点の部分はこうはみ出たりしないように、きれいにこういう感じになるように、折ってください。で、綺麗にこう折る感じと、この頂点がこの線上に来るようにこう折るんですけども、少しずつずらして場所を探してください。決まりましたらギュッとしてください。そして一度白い方を上に向けます。このような向きで置き、ここの辺とこの辺が合うように、このように折ります。こうなります。そして、この白い部分を開きます。そして、折るんですけども、折りにくいので逆さまにします。この線に合わせ、このように折ります。ここがかなり細くなりますので、気をつけてください。折ったら次、折り線を元にして、このように折ります。そして、この向きに置き、ひっくり返します。そして、この斜めから、斜めの終わりのところを目安に指で押さえ、このようにまっすぐに折ります。まっすぐになるポイントは、ここの折り線、白の部分の折り線とオレンジの部分の折り線がきれいに重なるように折ってください。そして一度広げ、つけた折り線に向かって、このように折ってください。そして、この頂点、そして広げます。で、次に、この頂点がここの折り線に合うようにこのように折ります。折りにくいので逆さまにします。この頂点がここに来るように折ります。ここが随分硬いので、こう伸ばしながら、くちゃっとならないように折ってください。こことここを押さえ、こちらもくちゃっとならないように折ってください。一度広げます。そして、このような向きに置き、この最初につけた方の線に合わせてこのように折ります。そして、ここの辺と、この折り線に合わせて、このように折ります。で、次は、こ
この三角の終わりのところを目安に凍るんですが、分かりにくいので一度この三角を倒します。そしてこの向きに持ち、このちょうどこの終わり目の境目のところに合わせてこのように折ります。これで一つのパーツが完成です。あと5つ折って全部で6個にしてください。つなげていきます。このように交互につなげていきます。テープのりを使います。この部分にテープのりを塗って、次の色の手前のここにこの部分にこのように入れていきます。テープのりは少しで構いません。合わせた時の目安はここの折り線に合わせてつなげてください。最後も同じように糊付けし、一番最初の部分の手前のところに入れます。こういう感じでつなげます。六角形になりました。そして上を折っていきます。どこから折り始めても構いません。まず1番目折ります。向こう側へそのまま倒します。この頂点がここに来るように、そして左へ左へ順番に折っていきます。2番目もそのまま倒します。2番目の頂点はここです。3番目もこのまま倒します。頂点はここです。4番目もそのまま倒します。頂点はここです。5番目は1番目の下へこのように入れます。5番目の頂点はここです。6番目も1番目の下へ入れます。6番目の頂点はここです。このようになります。もう一度折ります。左へ行きます。1番目2番目3番目4番目まではそのまま折ります。5番目は1番目の下へ入れます。6番目も1番目の下へ入れます。このようになります。裏はこのようになってます。綺麗な六角形が出来上がっています。最後の処理をします。このまっすぐの線から出ているこの部分を向こう側へ折り入れます。その時に真ん中のこの部分とこちらの部分をこういう感じで押さえて支えると折りやすくなります。折っていきます。ここを目安にしてこのように入れてください。でギュッギュッと、これもこの線から出ているこの部分をこのように折り入れます。これを繰り返します。
最後はちょっと余裕が、開く余裕が少ないので折りにくいので注意してください。で、形を整えます。これでパターン2の蓋の完成です。こういう感じになります。